何も起こらねえって。やめろ。何、なんで、何をする。ちょっと待って、違うんだこれは。いいから聞け。わかるよな。意味わからん。なぜ金払う。意味わかんねえよ。先生に愛される男は大変だな。こんな甘いキスを毎日してたら糖尿病になっちまう。よしお様で練習させてくれ。やめろ、気持ち悪い。大丈夫だ、大問題。俺も覚悟を決めたんだ。お前も男なら覚悟を決めろ。いや、絶対おかしいから。それ…で、ちょっと難しい角度ですよこれは。なかなかゴールに近づけません。周りにすっごい見られてる気がするけど、ここは強引に乗り出すしか。ちょっと…外したー。でも女子の顔に初めてキスした。すげえ、すげえ。で、ヨロピ、許してあげまりゅ。ええ、よろしい、許してあげます。ヨロピ、エータ、目をつぶって。あ、なんで？いいから。おう。目つぶし！どうって。で、じゃあ首相の名前を書きます。お隣には議長の名前を、間にかけるを書いてテレビをつけます。このノートにカップリングをされた二人は24時間以内にキスをします。マジで？すげえ。でもなんで男同士？私の趣味です。お前ひでえな。で、よーし、次でラストの組み合わせよ。じゃあ。行くぞ。女の子同士でなんかドキドキするわ。中身どっちも男だけど。お、伊藤さんの体も素晴らしいな。ちょっとどこ触ってんのよ。よし、2周目行くわよ。いつ終わるのかしら。で、握手のどこがよからぬことですか。あ、握手か。そうか。うわ、相変わらずですね。なんという話だ。ではあなたにも。
山田なら構わない。だって君は私の最後の希望だから。舌まで入れる必要ねえだろう。いざ！無礼者、話を聞け。